北西六の万国民の教会と結せ真似の、そのオリーブ山から見たエルサレム市街オリーブ山は、エルサレム東港にある丘陵。旧約及び、新約聖書に、たびたび言及され、観覧山とも訳される。海抜800メートルほどで、エルサレム旧市街より、数十メートル高い。古くからオリーブ畑になっていたため、この根で呼ばれる。旧市街から、キドロンの谷を隔てて、 東にある。南東六には、ベタニア、北西六には、ゲッセマネの園がある。旧約聖書のゼカリア書きで、最後の審判の日に神が立ち死者が蘇る場所とされているため、墓地が作られるようになった。新約聖書にも数回言及される。イエスが、最後のエルサレム滞在中に夜を過ごし弟子たちに、説教を行った場所とされ、また、 ルカ福音書では捉えられる前に最後の祈りを捧げた場所とされる。第一次中東戦争でヨルダンに占領され、墓地は破壊された。しかし、第三次中東戦争ではイスラエルにより奪還され、再び墓地となっている。メナヘムベギン首相ら有名人の墓も多い。ありがとうございます。